独断と偏見に満ちたルフィが連れていそうなポケモン参戦。アニメワンピースの登場キャラクタールフィ、彼がもしポケモンの世界にいたらきっとこんなポケモン連れていそうという独断と偏見に満ちたポケモンランキングを紹介していこうと思う。第3位、バシャーモ。格闘炎タイプのバシャーモ、ルフィの仲間にも炎を使う格闘が得意な仲間がいますよね。そう、サンジですね。炎と格闘、そして足技、このポケモンを見つけたルフィはすぐに仲間にすることでしょう。そしてルフィの繰り出すバシャーモは料理上手になってそう。第2位、ガブリアス。最も美しい白口のポケモン、ガブリアス。ナンバー2の男ゾロのように両手に刃物を装備している。そして口には加えていないが背中にも刃物のヒレを装備しているぞ。ルフィが苦手な斬撃に対して対抗できそうなポケモンだ。ルフィが連れていそうなポケモン、栄えある第1位はピカチュウ。ルフィらしいと言われたら何とも言えないが、マサラタウンの少年の相棒とルフィがタッグを組んでいるところ、ぜひ見たいと思うのは私だけじゃないはず。電気タイプのピカチュウとゴム人間のルフィはお互いに弱点を補完し合える関係。ピンチの時にお互いがお互いを助ける熱い展開、最高のパートナーになるのではないかと思っている。いかがだったでしょう。ルフィが連れていそうなポケモン参戦、しっくりきましたか。このキャラクターが連れているポケモンはきっとこんなポケモンなどなど、リクエストがありましたらぜひぜひコメント欄で教えてね。ではまた次の動画まで。